令和2年2月16日、阿蘇市内の巻の阿蘇保健福祉センターで、第5回阿蘇市ボランティアふれあい祭りがあり、中学生によるボランティア活動の体験発表などが行われました。まず、阿蘇市ボランティア連絡協議会の桑木邦子会長が挨拶してふれあい祭りが始まりました。これは、阿蘇市ボランティア連絡協議会が、 5年前からボランティア活動の在り方などを広く市民に知ってもらおうと開催しているものです祭りでは阿蘇中学校と一宮中学校の生徒たちがスライドを使いながら募金活動や地域のお年寄りの家の大掃除を手伝ったボランティアについての体験発表を行いましたこのほか沖縄の三振の演奏やコーラスグループによる歌 また、子供たちによるヒップホップダンスなども披露されました。阿蘇市ボランティア連絡協議会によりますと、阿蘇市内では18団体と個人合わせておよそ1000人がボランティアに登録して活動しているということで、会場の一角には加盟団体のパネル展示や福祉バザーなども行われていて、大勢の市民が訪れていました。